立憲民主党蓮舫オリンピック批判直後に応援し、ブレブレに。立憲民主党の蓮舫さんが3日にツイッターにて、このようにオリンピックの開催を批判した10時間後に、サッカーの日本代表と同じくサッカーのオリンピックの日本代表の試合を応援し、批判が出ております。こういった試合、サッカーだけではなくて、野球ですとかテニスですとか、日本国内外で、 感染症対策を実施した上で開催されており、オリンピックにおいてはさらに選手団の皆様に対してワクチンが接種されますので、選手団が原因で大規模な感染拡大には至らないものと思われます。また、観客についてもすでに国内でも観客を入れた試合が行われており、こういった試合において、 感染拡大にはなっていないという事実もございますので、感染症対策を徹底していれば、安心安全にオリンピックを開催できるものと思われますが、蓮舫さんなど、立憲民主党やおかしな野党の皆様は、壊れたレコードのようにオリンピックを批判し続けてしまっておられます。現在、IOC もも東京都も オリンピックを開催する方針でございますので、年穂さん、サッカーのファンであれば、ぜひとも選手の皆様が安心・安全に試合が行われるように、今後は建設的な形で感染症対策を提案されてみてはいかがでしょうか。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。